あるぐらいちょっと寒みなんですけども、え、明日は今日よりさらに寒いらしい。本当？もうもっこもこで、私は明日東京行かないといけない、もしかして。こんばんは。体全身が冷え冷えの冷えです。こんばんは。この配信で、あの明日のファンクラブイベントの、ね、準備をしていく。明日のファンクラブイベントの準備をしていくんですけれども、よいしょ。明日はなんと言ったって私シナノソラハの初ファンクラブイベントということはですよ、いろんなメンバーさんがなんかいろいろプレゼントとかしたりしてるじゃないですか。私もあれが、あれ、あれ、憧れ、あれ憧れなんですよ。で、ちゃんと忘れないためにちゃんと準備をしよう。忘れたらね、あの怒られちゃうので、私何だったっけな、え、私何だったっけな。こんばんは。寒い。タカさん、マルちゃん、タコスケさん、ミロさん、キズナさん、ヤッシーさん、クマ、コノカちゃん、エランチさん、ミロさん、カズさん、バンドネオンさん、チロさん、ブラピーさん、クマ、ジウィンさん、クマ、トシアさん、バラ、パイナミさん、キノコ、マスタングさん、ヒロくん、バンドネオンさん、クマ、プラピーさん結婚して、コナンさん、クマ、タカさんお疲れ、ひなさん、クマ、カイトさん愛してる、お疲れ、かわいい、ありがとう、カマちゃん、クマ、カマちゃん 11? 何これ、え、何 ?11 枚目シングルどういうこと、何この 11? え、何 ?11 枚目シングル。カチさん結婚して、アスパラさん、クマ、エランチさん11、キングさん11、アンナちゃん、スパラさん、クマ、キングさん11、タコスケさん、キノコ、ララバイさん、クマ、サキンさん、タカさん11、タコスケさん、タカさん、クマありがとう。え、何の11これ。あ、え、あ、ショールーム11周年、え、びっくりした。 STU48 がもう、あ、1月15日に11枚目シングルを発売するから、それのあれの11かと思った。めっちゃびっくりした。おー、なるほどね。かまちゃん11周年クマありがとう。わー、ダレンさん11、アンナちゃん11周年クマ、タカさんクマ、アンナちゃん結婚して、ジロさん結婚してありがとう。明日はやっとファンクラブイベント。タナタナさん11周年クマ、プチさんクマ、ヨウさんクマ、シンクケンさんネルマ、ありがとう。やばいね、明日楽しみで、ちょっと待って、明日私は何を持っていけばいいのかがちょっとまだ理解ができていないという、ちょっと待ってね。何を持っていけばいいんだろう。最新型ポンコツさん愛してる、ヒロさんクマありがとう。明日のファンミ楽しみ。え、嬉しいよ。最近ちょっと会える回数が増えてて嬉しい、嬉しい。推しに昇格するかな。アリサちゃん、ニッシーさん11ありがとう。ヤッシーさんクマありがとう。待ってよ、今から準備するのは皆様にお渡しするかもしれないもの、もうそれを持っていかなかったらもう本当に最悪なので、とにかく私は皆さんにお渡しするものをまとめとかないといけない。カイさん11、クマ、アリサちゃんクマ、グーさん、ヤッシーさんクマありがとう。いや、明日さ、緊張するんだけど、どのくらいの方がいらっしゃるのかマジで想像つかなさすぎて、
ほんまに緊張してる。なんかもう10人、10人いたらいいなって思います。10人ソラハのファンの方がいてくださってたらいいな。タカさん、ヤッシーさん、ヒロさん、クマありがとう。でもね、当日券もあるんですよ。そうだからね、このスラハのファンクラブ入ってないけど気になるって方は、まあ、会員になっていただかないといけないんですけれども、ちょっと来てくださると嬉しいです。他の9人に負けないように頑張る。本当前方だけに20人おり、いやもうソラハはね、もうね、ほんまにね、あのね、結構ね、本気でね、心配しとるんよもうほんまに抜き抜きなんよ。もういや、でも本当にそうなんですよ。明日は平日なんです。平日の夕方5時って普通だったらもうお仕事してるじゃないですか皆様。でも行くよって言ってくださってる方が何人かいらっしゃるし、もうすでにね、あの席で出てたって言って、あの教えてくださってる方も何人かいて、嬉しいってなってるんですけど、そうもう本当に一人でもいらっしゃるってことが嬉しいので、もう楽しみ。明日有給取っていく。嬉しい、ありがとう。ほんまに楽しみ。やばい、緊張してきた。なんか別になんか緊張することはしないです。あのなんか何、緊張することってなんだろう、緊張は大丈夫なんですけど、何枚のチケットが、いやちょっと分かんないんですよ。聞いてみたんですけどちょっと教えていただけなくて。そう、天然うなぎさんありがとう。そう結構ね、なんか午前まではお仕事して午後から向かうよとか、有給一日取ったよとかって、もう嬉しい。マスタングさん、クマありがとう。たくさんのクマ、ちゃんと行けるの楽しみ。マイナスな気持ちにならないで、マイナスな気持ちにならないで、大好きだから。ガッツさん、クマありがとう。滞在時間、移動時間が長い。そらも明日は早いんですよ。やばい、ドキドキする。明日はそう、昼にリコチのファンクラブイベントがあって、で夕方に私のファンクラブイベントがあるんですけれども、明日は朝早めなのでドキドキ楽しみ、もうとにかく楽しみで、私はその忘れ物をしないように皆様にお渡し、お渡しする用のプレゼント、待ってよ、いっ、うわ、みんな喜んでくれるかな。みんなっていうか、これは限られた方だけなので、みんな来てくださっている方には何かしらね、こんなに持って帰っていただけたらなと思ってちょっと用意してるんですけど、来場者プレゼントみたいな感じでちょっと用意してるんですけど、それとは別に、まあみんながどれだけソラハの愛があるのかみたいな感じで、ちょっとみんなの能力が試されるものがあるんですけれども、そちらでね、こう最高な、優秀すぎる成績を収めた方にはね、何名かの方が 何かしらもらえるかもしれないので、ちょっとみんな気合と根性よろしくお願いします。でもね、大丈夫、あの初めて来るソラハのこと知らない方でも絶対に大丈夫なようにするのだから、あのもうね、どっちかっていうと全員正解じゃないとおかしいみたいな感じの、全員もう OK じゃないとおかしいイベントでもあるので、ちょっと逆にね緊張するんですけど、みんなが全然もう年もう全然成績が
優秀じゃなかったらちょっと悲しいんですけど。ジェータンさん、かわいいありがとう。タカさん、クマありがとう。そう、楽しい最高なファンクラブイベントにしたいと。イケアさん、疲れ。オリックさん、クマ。タカさん、ラブレターありがとう。いや、あのね、本当に絶対に赤点にならない。だって私の話を聞いてたらみんないけるやつだから。もうだから私の話をずっと聞いてください。いや、ダメですよ。え、ほんまにね、これほんまにみんな頑張って。そら結構ちゃんとあのいいものを用意させていただいてるので、マジで。あのもうずっと前にショールームで言ってた、あのやっとそうファンクラブイベントが、もしファンクラブができてファンクラブイベントが開催されるってなったら1名様になっちゃうけどプレゼントしたいなっていうあのものを持っていくので。でもね、それが今どこにあるか分かんないんですよね。多分どっかにあるんですよ。どこにある。いや、この前兵庫県から持って帰ってきたんですよね。マジどこにあったやろ。マジどこにあったやろ。兵庫県から持って帰ってきたんですけど、え、どこにあったんだろう。本当に結構ガチめに、え、どこにあったんだろう。あ、これか、この袋の中か。まだ1日ですとかの方でも本当に大丈夫だから、ちゃんとみんなチャーハンのお話を聞いていて、全問間違い狙わないで。本当にね、結構ガチで全問正解の方がもうめっちゃいたらそれはもうじゃんけんになってしまうんだけど、ちょっとよろしくお願いします。めっちゃ楽しみ。帝国さん、キングさん、11ありがとう。アンナちゃん結婚して。タコスケさん、かわいいありがとう。イキャスさん、おいしいしかカータンありがとう。釣り吉さん、クマ。イツちゃん、帝国さん、ハートありがとう。エイムさん、釣り吉さん、クマありがとう。そうなのよね、間違えたら即退場。そんなことしない、本当に大丈夫。ミロさん、クマありがとう。え、不安しかない。いや、不安、いや、不安の気持ちが1ミリでもあったらやばいって失敗しちゃうので、もう自信だけは持って挑んでください。等身大フィギュア、やばい。等身大フィギュア、もうそれはさ送れないよね。てねなぎさん、クマありがとう。そうなんよ、リュウちゃん、クマありがとう。え、引っ掛け問題とかはないし、どっちかっていうとほんまにマジで私全問正解皆様ができると思っても作ってるので、逆に半分はみんな絶対正解すると思うって感じです。アンナちゃん、11周年、クマ。最新型ポンコツさん、結婚して。タカさん、レインボースターありがとう。大丈夫、よし、袋に入れてこ。明日は何をでいこうかな。ちょっと待ってよ。じゃんじゃじゃん、これです。え、やばい、これほんまに、うわー、なんかもったいないな、なんかもったいないっていうか、私も
見たことしかない、やばいよね。ちょっとこれなんかもうこれほんまに超高価なもんだし、結構な、結構なお値段をする、自腹で買ってるやつだから、マジのもう空羽推し、まあ今日明日は空羽推しの方っていうか空羽のことが好きな方しか来ないと思うのね。空羽のことが大嫌いって方はさすがに来ないと思うイベントだから、もう本当に超シナの空羽、真のシナの空羽推しみたいな方には歌ってほしい。みんながそうだと信じてるんだけど、みんなが真のシナの空羽推しだと信じてるけど、で大切にしてくださる方が当たってほしい。これでもマジで売られてたりとかしたら本当にもうスドラハアイドルやめちゃうってぐらい、本当に世界に1個しかないから、これガチで。スドラはそんな方はいないと信じて、そう売られたら誰かも分かるし、もう涙出て、涙出ちゃう。そのいろんな企画をさせていただくんですけど、その時に必要なそのスケッチブックとか、なんかなんて言うんだろう、筆記用具とかはいらないです。筆記用具とかなんかそういう系いらない気がします。言われてないので、ちょっと待ってね、最終確認、ちょっと台本を、あこれか。うん、絶対にもし何かを書いてくださいとか答えてくださいとかってなっても、ちゃんと用意してくださっていると思うので、筆記具とかそのスケッチブックとかペンとかそういう系はいらないですね。たなたなさんファイトありがとう、かわいいありがとう、みやんさんくまハートありがとう。前回ドラさんのイベントで問題出させていただいたときに、すっごい難しかったと思うんですけど、あそこまで難しくないです。もう本当に激簡単にしてます。本当にマジで結構ガチめに簡単です。頑張ってください。そう欲しいなって、そう欲しいって思ってくださってる方に当たるといいな。紙袋私はこのサイズ、あでもね、物によります。ちょっとそれは物によっちゃうんだけど、サイズは物による。あうい、でもそれで言うと、その来てくださった皆様にお渡しさせていただくのは結構小さめなので、折れ曲がったりとかワンチャン、クリアファイル的なハガキケースみたいなのもあったらいいなって思うんですけど、念のためなんかエコバッグとかちょっと折りたたみ式のバッグとか持ってきてくださってるとちょっとありがたいかなって思います。ちょっとまとめて明日メールに送ります。メールに送る。七ウサギちゃんクマありがとう、釣り吉さんクマありがとう、L さん、釣り吉さん、クマありがとう。そう、そう練り歩きとかちょっと今はね確認してもらってます、言ってます。パシちゃんハート、ヒロさんクマありがとう、日立三号さんクマ、ヒロクさんハートありがとう。等身大パネルではない。ほんとそんなに大きくないです、大丈夫です、そんなに大きくないです。確認、最終確認、はい、これ、はい、
と、そういうなんだろう、はがきケースとかの他にだったら、まあ、歌うかもしれないみたいな、まあ、歌うコーナーがあるかもしれないし、まあ、みんなで記念撮影とかもあるかもしれないので、まあ、ソラハウチワとか、まあ、ソラハのパネルなんか持ってる、ソラハって書いてるパネルとか、まあ、ソラハのパネルとか、ソラハのタオルとか、そういう系とかも持ってきてくださってると嬉しい。でちょっとあのSNS とかに念のため、私ファンの方との写真でももらった方が記念として嬉しいと思うから、嬉しい方もいるかなと思うので、 SNS に載せてもいいよっていう方、あのお顔上げてる SNS とかちょっとダメですって方は、まあ下げてもらったりとかして撮るよと、もう全員顔が見えてるような写真を絶対撮りたくて、なんでかっていうと、あの絶対それは投稿しないです。そのもう絶みんなが顔写ってるやつは絶対に投稿しないんだけど、こう自分があのみんなのなんだろう、寂しくなった時とか顔とか見たりとかしてするので、その2種類のお写真を撮らさせてくださいっていうのはちょっとお願いします。 SNS に載せてもいいよって方とのあのこう来る写真、みんなの写真、嫌な方はうちわとかで隠していただいて、であともう1枚がもうみんな顔が見えてるやつ、もうみんな顔が見えてるやつはただ私の携帯の中でこうあの眠る保存されるやつなんですけど、よろしくお願いします。そうペンライトとかうちわとかもいつ持ってきてくださってると嬉しいです。あとプレミアム席の方はカメコタイムがあった時にあのカメラでの撮影が OK となるので、チェキとか映るんですとかそういう系はダメなんですけど、携帯とかカメラとかは OK なのでお忘れないようよろしくお願いします。ザキヤマさん、グーさん、クマありがとう、マオサハートありがとう、タイノーヨックさん、クマ、エッシュウサギちゃん、クマ、だからペンライトとソラハグッズ、ペンライトやソラハウチワ、ソラハタオルなどのグッズとか、まあ、ソラハの公演の時とかに来てくださった時のセットと、あとその、まあ、プレゼントとかで、もしその当選された方とかのためにエコバッグ的なもの、そして、来場者の皆様にプレゼントがあるので、それがちょっと小さめなんですけど、それが曲がりたくない、折れ曲がりたくないって方は、まあ、クリアファイルとかはがきケースとか硬化ケースとかなんか持ってきてくださると嬉しいかなと思います。それだけです、他はないです。あとね、なんか生誕ティーとか来てくれてると嬉しいなって思います。片賀さん、クマありがとう。そうそう、クラズ写真そう、よろしくお願いします。これだけです。ソラハへの愛は、もうそんな、いい質問です。ソラハへの愛はもうみんなの心の中にもあると思うので、それを信じて、あのわざと、あやばいソラハ好きにならないとじゃなくて、多分もう心の中にソラハの愛があると思うので、あの逆にその消さず来てください。消さず、ソラハ好きっていう気持ちは消さず、なんか新幹線に置いてきちゃったとか電車に置いてきちゃったとか会社に置いてきちゃったとか言わないでちゃんとみんな心の中にあると思うから入れてて、出さずにしまってて。パシちゃん、レインボースター、ジャストミートさん、クマ、ヒカリさん、11周年
ひなひかりさん、くまアスパラさん、たなたなさん、くまありがとう。やばい、あ、待って、で、これ1、いったよ。あとこれだけをちょっと入れさせてもらって、今日はこの後ちょっとまだね、しないといけないことが少しあるので、そろそろ今日はでも配信は終わっちゃうんですけど、明日がちょっとわからない、配信明日、配信がちょっと、いやでも絶対にするんですけどね、絶対にするんですけど、明日めちゃくちゃね、待機時間が長めで、その時間とかに配信できんじゃないぐらいの待機時間があるんですけど、でも平日だからね、みんな難しい。よし、これをこの紙袋を持っていきます。この紙袋はもう絶対に持っていく。これ忘れても終わる。全部入ってるから。はい。TT さんハート、タナタナさんクマありがとう。崎山さんありがとう。クマ、タチさんごさんクマありがとう。ソラハ全、もうソラハ大好き、全開で来てください。そうだよ。もう 1000%、1万%。アンナちゃん愛してる。天然うなぎさんクマ、 DJ さんキノコありがとう。無音配信した、いいのか。あ、マネージャーさんにでも聞きます、ちゃんと現場対応する。夜ってなったらめっちゃ遅いし、明後日が多分早いんですよ、朝が。だからタカさんかわいい、ありがとう。やばい、行けたらちゃんと行きますね。仕事頑張ってみる。そうですよね、お仕事の、お仕事が無事、みんなが明日ね、午前中お仕事を片付けてから行くって方とかも多いと思うので、みんなが無事お仕事何も問題なく終えて、無事17時からの私の初のソロファンクラブイベントに来れますよ。マジで願っとく。お父さんクマありがとう。あそじさんクマ、キンさんハートありがとう。ジェリーさんハートありがとう。タカさんかわいいありがとう。マスタングさんクマありがとう。で、あの、もうとにかく温かく迎えてください。ちょっと今、あの、今は大丈夫なんだけど、ちょっともう怖い気なので、まあ、みんなのことが怖いわけじゃないんだけど、もうちょっとステージドキドキマンなので、温かく見守、あの、迎えてください。リュウちゃんクマありがとう。お父さんクマありがとう。午前中に東京入りして、ソラハグルメ巡り、お、ソラハグルメ東京、あ、でもカフェとかかな、ご飯系、シェイクシャック、油そばなどなど、なんか物投げられたりとかしないか怖いもん、それは今。こんばんは、ヤオさん、クマ、イキャスさん愛してる、アンナちゃん愛してる、ありがとう。明日はよろしくお願いします。トリーさんクマありがとう。よし、もうあとは終わったよね。私はもう準備をしたので、で、明日はマイ、お兄ちゃんのカメラ、お兄ちゃんのカメラ持って行って写真撮ってもらうから、今充電中です。え、どうしよう、え、くそ、待って、かゆこタイムにそらもうみんなのこと撮ろうかな、勝手にお互い取りえっこする、お互い取りえっこする、取られてるのを取るっていう。お兄ちゃんこれ出しました、ちょっと最近使ってなかったのでさっき出しました。え、ちょっとみんなを取りながら、みんな、カメコタイムでーすって言って、マスラハンで、あの、レンズでかいやつ持っていこうかな。でかいやつ、お兄ちゃん、あの、3段階、もうちょっと大きいやつあるけん、
それ持っていこうかで、みんなのことだからバッテリーの充電は今してます。みんなバッテリー、そうカメラのバッテリー満タンでお願いします。やばいよねダレルンさん、のみさん、おとんさん、くまちかちゃん、くまありがとう。カメラ忘れずにだよ。ハートしか投げないだって、最高、優しい。空はようカメラえどうしよう、めっちゃ奥にあるんだよね、めっちゃ奥にあるけど撮ろうか。さすがにちょっとね、あの荷物が多めなので、ちょっとあのごめんね、みんなのことは撮れない、あの防衛もちょっと持っていきませんのですが、よろしくお願いします。パシちゃん、クマありがとう。え、なんかわかんない、やばい、緊張してきたパシちゃん、クマありがとう。今日はいっぱいお菓子をもらいました。でも最近あまりこうがっつり食べてなかったんで、絶対に体重が戻ってる気がして本当に嫌だ、もう涙です。もういいんだ、良くないけど気をつけるんだ、明日気をつけるな。ほんまに今日はね、朝も食べたし、昼も食べたし、夜も食べたし、もうめっちゃ食べてな、で休憩時間とかも食べとったし、でもうちゃんと食べたのご飯だから、もう体重が多分もう1キロは余裕で増えてると思うんだ。せっかく痩せたのに、せっかく去年と同じ体重に戻ったのに。でも、ね、理想の体重に行くことができたから、もう一回行けるんだって理解できたから、明日気をつけます。明日から気をつける。今日、昨日はほんまにね、ご飯が食べれんくて、シンプルにお腹が空いてなくてっていうのもあると思うんだけど、昨日は16時とか夕方にやっと1食目のカフェラテを飲んで、でココナッツチョコレートを食べたの。でお仕事が終わった後に唐揚げくん食べて、でダブルチョコレート食べたの。でもなんか野菜とかはちょっと食べれなくて、それだけで終わったんだけど、だからそのせいでかちょっと今日いっぱい食べちゃったんだけど、まあ明日からは野菜中心生活頑張ります。今日はね、野菜いっぱい食べたよ。ひろさん、くま、ひたち三号さん、くまたくさんありがとう。うわ、みんないっぱい東京とかでさ、美味しいものとかさ食べたりしたら教えてほしいし、今日はこんなことしたよとか、今日こんなことをところ行ったよとか教えてください。ハッシュタグさら通信待ってます。たかさん、くまありがとう。みんなはいっぱい食べてね。たかさん、くま、ひろさん、くまありがとう。それでは配信を終了したいと思います。13位りゅうちゃん、12位たなたなさん、11位きずなさん、10位たこすけさん、9位ばしちゃん、8位マスタングさん、7位アスパラさん、6位やっしーさん、5位あんなちゃん、4位つりきちさん、3位てねうなぎさん、2位いけやすさん、そして1位はたかさん、ありがとうございます。ありがとう。明日は、私の初めてとなる、ソロファンクラブ限定イベントとなります。持ち物は来場者様や皆様にプレゼントさせていただくものが折れ曲がりやすいかもしれないので、まあ、クリアファイルとか硬貨ケースとかはがきケースを持ってきてくださっているとなお嬉しいかなというのと、あとは、まあ、歌ったりするかもしれないので、まあ、ペンライトとかうちわとかのグッズ持ってきてくださると嬉しいなっていうのと、あともしその企画で何かプレゼントをいただけるってなった時に持って帰る用の、紙袋とかでもいいですし、エコバッグとかでもいいんですけど、そちらをよろしくお願いします。
もう私はねもうこれ玄関に置いてきますから、みんなに渡すやつね。会えるの楽しみにしてる、やっと。もう念願の念願の念願なので、あのお友達とかね、その関東にいる方でそのファンクラブ入ってないけど、ちょっともしよかったらちょっと当日券があるんで、ちょっとソラハのファンクラブ入っていただかないといけないんですけど、一緒にどうですかとか言って、ちょっとでも一人でも多くの方に来ていただけたらなと思うので、ぜひみんなも声掛けとかしてくださると嬉しいです。ねえ、もうワクワクだよね、やばいね、マジで寝れる自信がない、緊張して。ようさん、クマありがとう。ゲリラ配信だったんですけど、見に来てくださった皆様ありがとうございました。ありがとう。そう、平日も、いやもう本当にそう、平日にもかかわらず有給とかね、有給とか使わずにちゃんと仕事を終わらせるためにね、土日とかお仕事入れたりとか、今日もうがっつりしたりとか、本当にありがとうございます。いろんな意味でドキドキなんですけれども、みんなと最高の時間を過ごせると思うので、来てくださる皆様よろしくお願いします。それでは配信を終了します。みんな、X 見てください。ちょっと今日は遅めになっちゃったんですけど、 X 投稿したのでぜひ見てね。ではバイチャラポー、まったねー、おやすみちゅー。